はい、よろしくお願いします。スライドは英語なので、さっきのタイトルを詰めたらこうなりました。トクヒロムです。よろしくお願いします。本日のまとめですけども、テスト簡単というライブラリを作ったので、使ってくださいっていう話です。あとあれですね、ベストトークショーの投票を今のうちに僕にしておくといいです。はい、僕の投票よりいいとこ多分ないんで、はい。で、自己紹介ですけど、まあ、僕はあのサーバーサイドのウェブエンジニアをやっていて、まあ、なんかホームバレータライトとかローカライトとか、まあ、こういったチープモジュールたくさん書いてて、あとなんかアモン2っていうウェブアプリケーションフレームワークの、オーサーをやったりしていますと。でですね、結構テスト関連のライブラリも返して、テストシェアードフォークとかテストプリティとかテスト TCP とかそういったものを作ってます。まあ、テスト TCP とかはプラックとかにも、プラックとかでも使われてるんで、多分普通に、パールでコード書いてると、多分インストールされてます。望んでなくてもですけど。で、まあ、こういったモジュール書いてるんで、なんか質問とかあったら後でその辺で捕まえて、聞いていただけると良いかなと思います。で、皆さんテスト好きですか？テスト好きな人手を挙げてください。あ、結構いますね。 TDD でやってるよって人いますか？あ、一人しかいないですね。僕あの聞いたんですけど、 TDD は死んだってなんかこのいかつい顔した人が言っててですね。で、なんか僕はあの正直あんまテストを書くのあんま好きじゃなくてですね。でもただまあ書かないと品質が保証できないので、まあどうしても書かざるを得ないと。で、まあ書かざるを得ないけど、まあ楽をしたいんで、まあやっぱ怠けたいと。まあできるだけ少しのコードで最大限の効果を得るようなテストを書きたいと思うわけですね。で、そういった時に楽ができるライブラリをいろいろ作ってきましたっていう話ですね。で、いうことをしちゃった。で、パールのテストの歴史っていうのをまずおさらいしたいなと思うんですけども、まあ、あのメジャーなのはテストモアっていうクラス、テストクラスっていう、2つのディストリビューションが有名で、テストモアっていうのはこういう感じの書き方をするライブラリですと。で、まあ普通に、テストイコール1って書いて、まあ、これはテストの数を書いて OK っていうので、ダンっていう文字列が子外と一緒かみたいなことを調べることができるっていうことですね。まあ、これフェイルします、違うから。で、テストクラスっていうのは、まあ、こういう感じで JUnit 風に書けて、るんですけど、まあ、基本的には IsDeeply っていうマッチャーはテストモアのものと一緒なんで、まあ、基本的にはまあ大体あんま変わらないと。まあ、単にクラス風に書けるよってだけですね。まあ、なんで基本的には、ほとんどのものはテストモア、特にそのテストモアのコアになっているテストビルダーっていうクラスに依存していますと。で、テストビルダーっていうのは何をするやつかっていうと、まあ、要するにテストが何回実行されたか、何回フェイルしたか、何回成功したかみたいなことを集計する、クラスなんですね。で、そのテストビルダーっていうのはタップっていうフォーマットで、文字列を出力することになってて、タップっていうのはテストイニシングプロトコルっていうプロトコルなんですね。これはテキストベースのプロトコルで、親プロセスが、違うな、子プロセスがタップを吐いて、親プロセスがそれを集計するみたいなことですね。で、これは普通のホゲドット PL っていうテストスクリプトを動かしたときにこういうコードになって、この OK っていうのが、成功したら OK って書いて、で失敗したら NotOK って書く。で、1、2って連番で出して、最終的に2個のテストが実行されたよっていうことを出力して、で、この結果をプローブっていう、プログラムで集計するわけですね。で、最近だとタップっていうプロトコルもなんか拡張されてて、サブテストとかドーンテスティングっていうのが入ってますと。で、サブテストっていうのは、こういう書き方ができて、テストケースをブロック単位でまとめることができるっていうことですね。で、まあこういう感じで非常に見やすい出力が得られるんですけども、で、そのタップの結果はこうプローブっていう、プログラムで集計することができて、まあこう00コンパイルド T とかそういうのを全部実行して、その結果はこうでしたっていうテストサマリーの レポートが出ますと。で、まあこれで非常に見やすいんですけども、なんでタップっていうのは、タップで出力するっていうのはマストなんですね。特にパール界では、メイクファイル PL とかから実行するときは基本的にタップで、テストの結果を出すことが必要なんです。で、テストビルダーっていうのもなんか実は進化してて、テストビルダー2っていうのが、プロジェクトとして
テストビルダーの元の作者であるマイケル・シュワーン氏が、2011年ぐらいに確か始めてるんですけど、もっと前だったような気もするんですよね。でも2011年ってググったら出てきたんで、多分2011年です。なんかでこのテストビルダー2っていうのはパール6と同じぐらい夢が詰まっていて、まあ出力結果をあのカスタマイズすることができたりとか、あとなんかまあ基本的にほぼ全て書き換えていて、で大一種な API で全てリプレイスされて、まあ非常にかっこいいものになる、マウスをベースにしているみたいな感じだったんですけど、まあとはいえですね、結構あの開発に時間かかっていて、まあ何しろテストビルダーをもともと使ってた人があのそのテストビルダー2に自動的にアップグレードされても全てのテストケースが通るってことを保証する必要があるみたいな思想でやってるので、あの全ての CPAN モジュールを1回テストビルダー2の環境で動かして、それで1個でもフェイルしたらその作者に対してメールして直せって言うっていうのを全てのモジュールに対して行ってるので、非常に手間がかかるんですね。なんでまあワークアラウンドが必要だと。で、テストプリティっていうのを作ったんですよ。でテストプリティっていうのはまあ何ですか、コードを変えないでとにかくかっこいい出力が出せるようにしようっていうモジュールで、まあ、こういうのが普通のテストモアで出力したテスト結果なんですけども、これをテストプリティっていうモジュールを読み込ませるとこういう感じで、あの何ていうんですか、Ruby のなんとかとか、あと JavaScript の Jasmine とか、ああいうやつみたいな、こう何ですか、ユニコードの文字を使った出力になって、まあ、あのユニコード文字が大好きな人にはたまらないということになるわけですよね。でまあサブテストとかも、まあ実際ちょっとこれ最初出てきた時はあの便利って思ったんですけど、これ実際どこが焦げてるのかわからないんですよね。非常に読みづらくて、まあ、実際このサブテストのこの下の段のノット OK ってやつが、この上のブロックのやつのうちどれかが焦げてたらここはノット OK になるみたいなことなんですけど、まあ、これ慣れないと読みづらいし、慣れてても読みづらい、まあ、要するに読みづらいんですよ。なんで、まあ、テストプリティって読み込むと、こういう感じで読みやすい出力になると。これさっきのと同じやつですけど、こういう読みやすい出力になるということなんですね。で、もうテストプリティっていうのはもう今日からでも使えるというモジュールなんで、使っていただければいいなと思います。これから話するメインの話のお題のテスト簡単ってやつは、まあ簡単に使えるんですけど、コードを変えないと使えないんで、その辺が微妙です。でも、まあ、めっちゃ見やすいんですけど、でこれどうやって動いてるかっていうと、全てのテストモアのメソッドをなんかうまいことモンキーパッチを当てて、横取りして、まあ、いい感じに出力するっていうことをやってるんで、まあ、あんま綺麗じゃないんですけど、まあ何ていうんですか、テストビルダー2がいつか出てくるからその夢までの間のしのぎだって思ってやってたんですけど、まあ、3年ぐらい経っても出ないので困ったなって感じなんですよね。で、まあそういった中でですね、テスト以下っていうのも作っててですね、RSpec っていうあの Ruby っていう言語があるらしいんですけど、それ の, あのテスティングフレームワークなんですね。でそれをパクったやつです。でイカっていうのは何かなって話をよく聞かれるんですけど、イカっていうのはあのイカ様さんっていうあの著名なテストエンジニアの人がいて、その人から名前を取ってます。でですね、まあ、あの RSpec 好きの人だったらすごい使いやすいです。あとなんかさっきイカ様さんと話してて、あのイカ様じゃないや、テストイカのメンテナンス権くれって言うから、いやもともともうイカ様さんがメンテナーだと思ってたけどみたいな話をしたんで、まあ、今後はイカ様さんの方でメンテナンスが続けられると思うんで、使っても安心かなと思います。 RSpec 中の人はぜひ使ってください。でですね、そういった中で、テストモアがこう開発がやや停滞していて、そのテストビルダー2にリソースが注力されてるんで、そうするとどうしてもテストビルダーの1の方が開発が停滞するんですね。これどっかで聞いたような話なんですけども、まあ、そういうことが起きてるんですね。でですね、テストビルダー2は開発が中止されることが宣言されまして、この間あれこう困ったことになったなってことですよね。で今はもうテストビルダーの1の方をあの着実にあの現実的な路線でエンハンスメントを続けていこうっていう方向性に変わってます。でですね、まあ、テストモアの何点何なんかが最近リリースされてて、な結構、リリースキャンディテート的なやつがちょいちょい出てますと。これなんかバージョン埋めようと思ったんですけど忘れてました。でですね、
じゃあテストビルダー2の夢が追えないんだったら僕たちはどうすればいいんだっていうふうにこう頭を抱えてしまうわけですよ。でそこで、まあ、テスト簡単っていうのを作ろうって思って作ったんですね。でまあこれ完全にイエットアナザーな感じのテスティングフレームワークになっていて、テストビルダーをベースにしてないんですね。ただまあテストビルダーをベースにしてないって言ってもテストビルダーのメソッドをフックするとかなんとかしないと、テストビルダーに依存したテストモジュール、例えばテストエクセプションズとかテストウォーニングスとか、あとまあその他もろもろいっぱいテストビルダーに依存したモジュールっていうのがあるんで、それらの出力とかを、フックするようにはしています。じゃあ一緒じゃないかって話もあるんですけど、テストの集計の方法がもうテスト簡単が親になってるんで、だいぶ綺麗なコードになってます。で何が変わったのかなっていうと、そのサブテストとかにフックをかけたいみたいな話がちょいちょいあって、テストモアとかでもなんか誰だったかな忘れましたけど、誰かが作ってるモジュールとかがあるんですけど、まあテスト簡単の場合だと、ビフォーイーチとかアフターイーチとかそういうので、その下のブロックでは、フックを走らせるよみたいなことが簡単にできるようになっていますと。でまあ基本的にはそのJavaScript の、Jasmine っていうフレームワークのインターフェースを結構パクってるじゃないですね、インスパイアしてます、はい、本当はなんか RSpec とか見ようと思ったんですけど、 RSpec とかちょっと難しすぎてお手上げだったので Jasmine をインスパイアしてます。で確か Jasmine だったと思うんですけど、まあ何だか忘れました、なんか JavaScript のやつです。で BDD スタイルのインターフェースとかも使えるので、まあこういう何ですかデスクライブとか書いて、ビフォーイーチとかでこう、ビフォーイーチって書いたやつは、その後のデスクライブのやつの全部で動くみたいな、で、イットシブン、リターン、なんだかんとかみたいなのをかけて、あと、エクスペクトとか書いて、その値が、マイナス1になってるかどうかをチェックするみたいなことが、できるわけです。で、同じような感じで、ギブン、フエン、ゼンみたいな書き方もできて、まあ、シナリオがこうで、この機能の、は、こういう状態の時にこういうことが起こった時にこうなるみたいなことを順番に書いてます。これ結構僕割と好きで、普段結構このスタイルで書いてます。であとなんかやっぱり解雇中の人もいると思うんで、テストモアとほぼ一緒のインターフェースでも書けるようにしてます。はい。であとなんですか、アサーションの方法がちょっと変わってて、テストモアだと基本的には、OK、IS、LIKE、あと UNLIKE とか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、使い分けるのも大変だというところで、この OK っていう関数にコードブロックを渡してやればそれでいいと。基本的にはこれで全て、できるということになってます。で、普通だったらこのダラーフーとか、そういうのの値を、テストが失敗したらディアグで出力するとか、そういうことをしなきゃいけないんですけども、パワーサート的なやつが入ってて、まあ、要するにこのソースコードをいじくって、まあ、なんかこういう感じにこうタッピングしてるわけですよ。で、この OK の返り値がフォルスになった時はその途中のダラーフーとかフーバーの返り値を出力するみたいな感じになってるんで、いちいちその途中経過を出力するとかそういうことが必要なくなっているということですね。あとなんかエクスペクトとかでやるみたいなのも一応用意しました。なんかどっちかでいいんじゃないかなと思うんですけど、まあなんか両方使いたいっていう人もいるかもしれないんでつけてあります。で、テスト、あ、これはもう言ったやつだ。で、テストのコードは実際まあこういう感じになるんですけど、この例だとこの上の OK の方は1を返してるんで True なんですね。で下の方はダン・コガイっていうモデルですが、コガイ・ダンっていうモデルと イコールかっていうのを調べてるんですけど、これはイコールにはならないんですね。はい。だからこれは失敗します。で、出力結果はこういうふうになってて、シナリオが一通り全部出力されて、失敗したやつがあったときはここに出てくるということですね。で、この失敗したやつも、この FOO っていう関数の結果っていうのが特に何もしてないんですけど、何個か言ってもデータが返ってきてるよってことが分かるんで、すぐに、何が問題で何が原因で問題が起きてるかってことが、分かるということですね。あとなんか結構色が綺麗に出てるんで見やすいです。
やっぱ色がねついてた方がなんていうんですか、一般受けするんで、やっぱ色をつけた方がいいです。であとですね、これよく見るとこの下のところにノット OK11 って書いてあるんですよ。でこれがタップになってて、タップって基本的にはこう OK かノット OK かってこの文字列を見てて、あとここでテストの数見てるんですけど、このノット OK11 って書いてあることによって、何分ですか、あと5分、はい、まあ失敗したかどうかを示せると。でこれだと基本的にこれノット OK11 か OK11 しか返さないんですけど、実はこれで十分で、なんですかね、僕普段仕事ではウェブサービスの開発をしてるんですけど、大体ウェブサービスの開発ってまあ1個でもテストがこけたらリリースはしないですよね、普通に考えて。でまあライブラリを書く場合とかも基本的にはまあ大体1個でもテストがこけたらリリースしないんで、あんまりそのテストの数が何個まで通ってるみたいな指標っていうのがあんまり意味がないんですね。まあ、例えばすごい大規模なソフトウェアを作っていて、そのなんかインテグレーションテストをした時に何パーセントこけているみたいなのは意味があると思うんですけど、まあ、実際僕のユースケースだとそういうケースがほぼないので、細かい数はまあいいよ、そういう考え方です。でまあここまでで大体テスト簡単の機能っていうのは紹介したんで、おまとめですけども、まあいろいろテストライブラリ作ってきたんですけど、まあすぐに使いたい場合はテストプリティっていうのがおすすめです。もうすぐにインストールすればすぐにきれいに表示されるようになります。あと R スペック中の人はテスト以下っていうのを使えばよくて、あとまあ今回使うテスト簡単ってやつも、まだちょっと荒削りなんですけども結構使えると思うんで使ってみてください。コントリビューターを募集していますということですね。はい、そういうわけでエンジョイテスティングということで、本日の発表はとりあえずこれで終わりです。はい、ありがとうございました。あとベストスピーカー賞僕に応募するのを忘れないようにしてください。まだ時間あります？もう時間ないです。まだあります。じゃあなんか質問とかあれば。みんなもうお腹が減ってお昼ご飯に行きたくてしょうがないんであれですけど、大丈夫ですかね。はい、はい、ありがとうございました。